関西福祉大学はこちらをご覧ください。ここではたくさんのつながりと出会える関西福祉大学の学びについて紹介されています。人と関わり、人の喜びを自分の喜びにできるという素晴らしい職業に向かう道が始まるのが関西福祉大学です。4年間の学びを通して先生、仲間、資格、地域、そして未来とつながるあなたの可能性を広げてくれるたくさんのつながりと出会いますよ。関西福祉大学には社会福祉学部、教育学部、看護学部の3学部が設置されており、各学科で社会福祉士や認定心理士、看護師、保健師、助産師、小学校や高等学校教諭一種免許状などの資格や免許を取得することができますよ。さらに各学科にはより専門的に学べる多彩なコースや履修モデルが置かれており、こうなりたい、こうしたいという皆さんの思いにつながる学びを見つけることができそうですね。また2018年4月、教育学部に保健体育教諭と養護教諭の養成を専門とする保健教育学科が開設されます。保健体育や保健室の先生になりたい、スポーツが好き、子どもが好きという方は要チェックですね。